こんにちは、シュウです。今回はチャレンジダンジョン10に昨夜使ってやっていこうかなと思います。じゃあやっていきましょう。結構ね、盤面ゲーみたいなとこある。OK。最初から欠損はない。で、こいつはスーパー硬いからもう初手は全力。ね、ちょ待ってね、パズルがあまりよろしくない。はい、OK だね。これでどれくらいで半分ぐらいなのかな。あー、でも落ち込んがいい。いや、これ倒してほしくないんだけどね。うわー、いっちゃった。できたら倒してほしくなかった。で、とりあえずここは、回復残して、ちょっとスキルダメします。これワンチャンあれだな。落ち込んじゃなくて、コンボ倍率だけである程度削れないかな。欠損はしてるんだけど。どう？欠損はしてないのか。うまいこといけんじゃないかな。バインドまでいければ神。バインド誘発します。どう？やりすぎかな。ちょ、回復外そう。 1,2,3,4,5。 いけいけ、よし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 、いい判断で、ここは昨夜使って、あ、やべ、使えねえ、危ねえ。うん、今いい判断だったしだね。で、ホルス使いの、あ、ホルスに昨夜継承してます。昨夜じゃない、光代わり継承してます。オッケー。あー、すごいいい盤面なんだけど、次ベルゼブブでね、変えられちゃうんですよ。もったいないな。はいよ。はいよはいよはいよ。まあ、ここはね、相手、闇っていうのもあって結構簡単にいけんじゃないかな。だいぶミスったけど多分いけると思う。 OK、 落ち込む乗った。で、次からだね、難しいのが。とりあえず初手全力で殴っちゃうか。初手全力で、で、ここでもね、昨夜が生きるんだよね。マジでいいスキル。どう？まあ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 、悪くはないでしょう。落ち込ん乗れ、落ち込ん1個。で、これバインドじゃなくて次のあれを弾く可能性が全然あるんですよ。これまあ弾かなかったんだけど、 40% かな、昨夜が1個ずつで。で、これ使おう。今ね、弾いてくれるとかなり嬉しかったんだけど、まあしょうがないね。で、ここはしっかり組んでいきましょう。あー、で、これ光強めにしたかったな。オッケー。で、ボス戦だ。前職あれ、前職あるね。来ました。これ勝ったんじゃないかな。ただこの子の HP が分かんないんだよね。どれぐらいあるんだろう。まあ、ここからは若干落ち込んだよりみたいなとこあるんですけど、まあホルス使いの盤面最大は確実に雲、確実にね。まあ、指伸びてるからね、結構今すげえミスってんだけど。はい、落ち込ん乗れ、10コンボいけ、2個、1個、2個、よし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 、これいったんじゃない。いや、いいね。で、この完璧だね。剛山勢もたまる。ボス戦のね、ギミックが超めんどくさいんだよ。あ、でもこれさ、割と組みやすいかもしれない。このギミックがね、本当にすごい苦手なんだよね。まあ、なんで今回パズルしたくないっていうのもあって、剛山で連れてきた。OK。うん、いいですね。はい、ということで、じゃあ今回これで終わります。バイバイ。